はい、皆様、ごきげんよう、ジューリップリンセスです。私は今日は一日あうちでなんびりしています。なので、二食目も作りました。あの、一食目は湯豆腐にして、あっさりヘルシーにいただいたんですけれども、えー、二食目はね、なんだか無性にオムライスが食べたくなっちゃいました。だけれども、あのー、もうね、すぐに使える、あの、鶏肉がなかったんですね。冷凍のカチカチのしかなくって、 なので、あの、エビだったらね、ムキエビだったら割ともうすぐね、あの、お水で洗ったりしたら、そのまま使えるかなと思って、あの、多分これ第一宅配で買ったムキエビですね。これを使って、あのー、あんまりやったことないんですけれども、エビ、エビオムライスにしてみました。なんかね、ガーリックシュリンプってありますよね。ガーリックシュリンプオムライスって美味しいんじゃないかって思っちゃって、 自分で勝手にあの、中身もシーフードオムライスですね、にしちゃいました。で、このね、エビと、あとね、マッシュルームもなかったので、あの、椎茸がね、あの、ないと思ってたらあったんですね。今日、湯豆腐に入れたらよかった。湯豆腐に入れられなくて残念だったんですけれども、あの、あったんです。あの、あ、あったと思って、で、ちゃんとあの、ね、あの、匂いとかもちゃんとチェックしたんですけれども、全然大丈夫そうだったので、もうこれはね、あの、 しいたけをマッシュルーム代わりにしようと思って刻みました。そして玉ねぎをたっぷり。あとは、人参もね、刻んじゃいました。そして、有機ピーマンも刻んじゃいました。で、それでオリーブオイルで炒めまして、あの、なんかブラックペッパーが美味しそうだなと思ったので、あの、ちょっとピリリと辛いブラックペッパーと、あと、チマ回スとオリーブオイルで炒めて、そこにね、あの、後で、あ、しまった、ニンニク、 な、入れてなかった、刻んでなかったと思って、あの、もうね、横着をしてね、あの、有機ガーリックパウダーっていうのがあったんですね。なので、それを入れたんですけれども、でも、やっぱり、やっぱり生のニンニク入れたら美味しいだろうなと思って、それを入れて、プラス、あの、もう一かけら頑張ってね、あの、やっぱりニンニクを取り出しまして、刻みました。で、それでガーリックシュリンプの、 ね、あのこれが出来上がりましたでそれで、えっとね、光ケチャップ私の大好きな光ケチャップで味をつけてこんな感じのねエビのガーリックシュリンプのケチャップライスが仕上がりましたすごいこれだけでもね本当に全然美味しいと思います こんな感じです。<laughs> 今食べたばっかりなんだけど、もう美味しそうですね。<laughs> で、それでこの上に、あの、ひらがい卵をね、あの、1個だとなんか少ないなと思って、でも2個だといいなと思ったので、1個半ぐらい、またまあね、あとは、あの、もう1個足して、あの、王子にっていうので、もう1個半ぐらい割って、で、それでそこに豆乳を混ぜて、あの、塗ちーしと豆乳を混ぜて、それで、あの、卵を作ってね、 この上にポーンとかけましたポーン、フけた。<laughs> でそれであのねこれがまたあのすっごい気持ちが焦っちゃって早く食べたくって手元が震えたんですね <laughs> なのでプリンセスのピーがなんかクエスチョンマークみたいな感じになっちゃってね最後下のところがポンってポイントになっちゃってなんかハテナマークみたいになっちゃったんですけれどもで若干ちょっと驚,驚しい感じでハロウィン ハロウィンの文字みたいな感じになっちゃったんですけれども一応ねこれはやっぱりちゃんとあのこの時はこう背筋を正してあのやらないとダメですねもう気持ちが焦って早く食べたいっていう気持ちが出ちゃいましたでそれでこんな感じのプリンセスの P になりましたこんな感じですでも一応頑張ってねお写真はいっぱい撮りましたこんな感じでですね すすごいね結果美味しかったです、ね、ガーリックシュリンプオムライスねなんか多分初の試みだったかもしれないんですけども大体い,い,いつもあのチキンとかねささ身とか、まあ、ない時はハムとかウインナーでやっちゃうのででも全部なかったのであのすごいねあのチキンはもう間違いなく美味しいんですけども私このねガーリックシュリンプオムライスも意外にすごく美味しくってもう無言で。 無言で食べましたもう何も言えなくて無言で一気に食べましたすっごく美味しかったです私的にはなんですけれどもねはいでその後にじゃあこちらのルピシアのアールブレイと最近すごくお気に入りのビバーニのオレンジピールのチョコレートを少しいただきましたこんな感じの2色目でしたごちそうさまでした